世界一、世界一重たい昆虫がラインナップしてしまってるという奇跡ミラゴ、レイブンズ帰り中の帰り中の帰り。早速、このラインナップの紙を、生き物大図鑑のカブトムシ03、3段のガチャガチャ来ましたということは、組み立てが、いつもの通り組み立て方が書いてありまして、そうそう、ディスプレイがね、6月の後半、下旬に、これ専用のすごいいいディスプレイのこのスタンドが出るらしいんだよね。めっちゃ、あと、そのスタンドに、すげえリアルな羽がついてるの。カブト、その羽を使うことによってさらにリアルさが増すという。だそれも発売されて、まだ発売されてないみたいだったから、発売され次第すぐにゲットして、みんなで見ようと思うんだけど、すぐディスプレイも楽しみなんだけどさ、このスタンド。羽がめちゃめちゃ楽しいんだよね。で、これ、今回の、レア。もうレア中のレアだよね。ご覧やすい大津の花むぐり。これがもう世界一重たい昆虫と言われている。めちゃめちゃずし、持ったことないけど、本物ずし、一番くじのさ、昆虫のシリーズでも来てたよね。めちゃめちゃ綺麗なんで、かっこいいんだよね、フォルミーが。で、俺の今回、でもね、一番やっぱね、ネプチューン。ネプチューンがちょっと、楽しみだな、これ。あと、グランドシロカブトの、白と黒と、あと、ヒメカブトの赤褐色と、このブラックになっておりますということで、早速、今開けたのが、ヒメカブトから見たいんだよね。できれば。ヒメカブトちゃんから見たいのだが、あ、ヒメカブトだ、当たり当たり。日本のさ、カブトムシと、禁煙種ということで、やはり似てるんだよね。ほら、ちょっと日本のカブ、この顔の後ですごい似てるよね。日本のカブトムシ。あ、で、触覚ついてないでしょ、ここ。ボールジョイントでグリグリ動くと。触覚までもさ、こう、稼働できるって最高だよね。触覚まで自由にさ、動かすことができるんだもんね、このシリーズ。ボールジョイントになってるからさ、一言素晴らしいだよなぁ。もう素晴らしい、この可動力。可動の力。このボールジョイントによる可動、本物みたいだね。いや、これほんとつぶらな瞳がマジ。日本のカブトムシ侍にすごい似てる。お次に胴体を出しまして、この、いやぁ、ずっしりしてるね。このずっしりしてる胴体が大好きなんだわ。この美容、あ、ここね、ちゃんとね、ついてる位置同じなんだって、ここ、ジョイントパーツ。ここに、本物のカブトムシも、ここにこの全身をね、前羽を動かす筋肉がついてるんだって、ここに。で、同じ場所にちゃんとつけてるから、可動も、モノホンに、より違うつか、もう、モノホン通りに可動するという、バッ!いやー、かっこいいねー!素晴らしいわ!ここ、ちょうどここにね、この全身を動かす、前羽で動かす筋肉がついて、で、同じところにつけることにより、同じ可動にするというね、こだわってるよね。さすが 3D スキャン。で、この腹部の動きですよ。これ柔らかい腹部ね。うまそうだよね、ここね。腹部。この腹部の可動もリアルになんか芋虫みたいに動くんだよね。これボールジョイントで連なってるから、前も見たけど、前の1段で見たんだっけな。2段で見たんだっけな。取った、今も取ってもわかるけど、これね、ボールジョイントになってるから、可動がね、芋虫みたいで、すごい本物みたいに動くんだよね。すげえ。そして、いや、何回見ても感動するよね、この作り。さすが 3D スキャン。ボールジョイントだからグリグリ回るね。ボールジョイントなので。わー、つぶらな瞳が。名前も可愛いしね、なんか姫カブトってね。名前も可愛いよね。日本のカブトムシと近い種類だから、なんか似てて親近感も湧くというか、なんか馴染み深いフェイスしてるよね、この子ね。で、あとは足をつけまして、足はね、ランナーに全部 1R とか 2R とか 3R って書いてあるから、1、2、3の順番に、まずは1をつけまして、最後に3をつければ、これでカブトムシが、うわ、すげえ、本物みたいだね、ほんとね。さすが 3D スキャンの実力だわ。で、バーンってこれ、ね、飛んでるところももちろん、ね、再現できるように、全身プラス格子がね、この時点でもすごい綺麗なんだけど、さっき言ったスタンドに、もうすぐ発売される専用のスタンドにはなんと羽がついており、もっとね、見た感じめちゃめちゃ本物みたいな。多分、ペイントしてるんだろうね。これはクリアパーツのみの、何もペイントしてないパーツなんだけど、このパーツもよく見ると L とか R って書いてる。これ L だから左のパーツなので、左のこの後ろ羽のね、この刺す穴に格子をセッティングすると、後ろまでもね、こう出せると。ブーってね。おー、すごい綺麗じゃない？このなんか躍動感に満ち溢れるよね。可動がすごいからさ、こういう飛んでるポーズも、ブー
カメラに向かってきて、すごいほんと生きてるみたいだね。いや、ヒメカブトちゃんかわいいな、マジで。日本のカブトムシちゃんにそっくりだね、ジャパニーズ侍に。そっくりじゃない、ほんと。似てる。すごい似てるよね。もうちょっとここの角をちっちゃくして、ここをちょっと長くすれば、もう日本のカブトムシだね、これね。すごいかわいいわ。で、これにもね、一応ね、毎度おなじみの、この付属のスタンドが、いやー、素晴らしいですなー。このトンネルポーズでディスプレイできるっていうのがほんとたまらないよね。俺たち、カブトムシマニアにはさ、もうカブトムシ大好きな俺たちにしては、ちょっとこれやばくない？ディスプレイで、こんなにかっこよくカブトムシをさ、飾れるっていう、感動だよね。うわ、すげえ！後ろから、こうなんかカブトムシの目線でこう見てる、飛んでるとこ見てるみたいな感じだよね。運転してみたいじゃない？カブトムシを操ってさ、ブーン！うわぁ、かっこいいなぁ。これが姫カブトのブラックだよね。次赤褐色があって、なんか色のさ、種類も似てるよね。黒と赤褐色、赤。レッド侍にブラック侍だったもんね。おそらくこれが姫カブトの赤だと思うので、早速ね、出して組み立てて。あ、やばい、間違えた。これグラント白カブトだね。しかもグラント白カブトの黒の方を開けちゃった。やばい、ミスった。まあ、いや。グラント、先にグラント白カブトを開封して、おー、ここもっとガーって長ければヘラクレスみたいな感じのね、いやー、すごいな、グラント白カブトの角をさ、ここまで、スリーズ付け細かくね、見れるなんて感動だよね。これちょっとちっちゃいね、この2本あるんでね、これよーく見るとね、二股に分かれてるこの長い角と、その付け根に1本2本と申し訳なさそうな、この1本と2本あるんだよね。いやー、すごい角をこの間近で見れるなんてなー、すごい嬉しいわ。で、このグランドシルカブトはさ、みんな知ってる通り真っ白のカブトムシなはずなんだけれども、湿度が高いとね、黒くなるんでね、こういう風にね、湿度が高いと黒いボディを手に入れるということで、グランド黒カブトって言うべきか。すげー、本当まるで生きているような、生きているような生命の息吹を感じるような、ほんと 3D スキャンってすごいんだね。本物だよね、これもう。すげえ。いや、感動すればこれは。硬そうな、この全身。あ、もちろんね、後肢、後ろ場でもあるんだけど、これ飛行形態ではなく、このまま閉じた状態でディスプレイしようかなと思っております。グラント白カブトのね、黒バージョンであります。これ海外のさ、海外勢なのに、海外のカブトムシなのに、日本のカブトムシが小さいっていうのは面白いよね、なんかね。なんかイメージ的にはやっぱ海外の虫はでかいと。なんでもでかい。全部でかいんだと思う。まあ、小さいのはもちろんいるけどね、たくさんね。でも、カブトムシ、ね、日本のカブトムシが一番小さいような、感じがするけれども、さらに小さいっていうね。顔の部分とか、これすげえ、いやー、これ、もう本物にしか見えないもんね。これ作り物でさ、こういう風にさ、物本そっくり作るってすごいよね。不摂。トゲ、足のトゲも、ほら、細かく作り込まれてて、これも物本。いやー、かっこいいなー。先に白を開けたかったけどね、できればグラント白カブト。グラントっていうさ、大統領の名前ももらってるのかっこいいよね。グラント白カブト。もっと、昔の18代の大統領のさ、名前だからさ、それをもらってるカブトムシが、多分大統領の名前もらってるさ、カブトムシって、まあ、ネプチューンとかさ、神の名前もらってる、いるけどさ、ヘラクレスとかさ、英雄のさ、神と、ね、人間のハープのヘラクレス、英雄の名前もらってるカブトムシもいるけど、大統領はさ、グラント白カブトだけじゃないかな。すごいなぁ、躍動感が本当に。もちろん羽広げて飛んでる方がさ、躍動感絶対あるんだけどさ、なぜか羽閉じて止まってるところをイメージしてるところなんだけど、躍動感があって動いてるよ、なんかすごいな。間違いないね、これだね。間違いねえな。これがグラント白カブトだな。見つけた！グラント白カブトはこれでしょ。おー、かっこいいね。ブー、これ飛行形態で飾ろうかな。このかわいいお顔再現されてる。やっぱカブトしてみて、顔かわいいよね。日本のカブトムシの顔が一番可愛いとは思っていたのだが、いや、こう見るとみんなすげえキュートな顔してるよね。お目目がクリックリだもんな。でもこんな可愛いイメージしてる、こんなフォルミーだからね。スターシップトゥルーパーズすぎない、これ。トゥルーパーズに出てきたら、ブーンって、ね、出てきたらバグだよな。
いやー、かっこいいよ、グランドシロカブト。でね、このね、グランドシロカブトにはさ、ディスプレイと羽がついてないんだよね。だから黒の方の羽とスタンドを使いまして、これで、完璧！ブーブーかっこいい！見て、グランドシロカブトの飛行形態で飾れる感動、ディスプレイできる感動と興奮。うわー、これはいいねー。ちょ、このアングルやばくない？ブーブーうわー、かっこいい！グラントシロカブト出陣みたいな、これはかっこいいね。素晴らしいわ。これダブルでつけといて欲しかったけどな、個人的には。羽とね、羽とディスプレイダブルで。今回はグラントシロカブト黒の方に羽とディスプレイがついてて、白の方にはねディスプレイと羽ついてないんだよね。ちなみに花むぐりの方もねディスプレイついてなくて、あとヒメカブトもついてない。赤褐色の方ディスプレイがスタンドと羽がついてないんだよね。おお、すごいね。繰り広げられる空中戦、ドゥー。おお、かっこいい。この状態でディスプレイするのやっぱ一番いいな。飛行形態かっこいいわ。あとさ、これから発売されるディスプレイをゲットして、こうあれとなんか角度つけれそうだったんだよね。こう横にちょっと角度つけたりとかさ、あと羽も取り替えてよりリアルになるし、いやー、楽しみですな。早く発売してほしいな。で、次がヒメカブトの赤褐色。この子にもね、さっき言った通り、まあ、ディスプレイ、このカプセルだからディスプレイないよね。ディスプレイと羽がついていないと。ふざけまくってるよ、よく考えたら。だってさ、これ羽付きでしょ？羽ついててディスプレイがないと。で、羽ついててディスプレイがあると。ヒメカブトもそうなんだけど、このグラントシロカブトとヒメカブトね、片方が付属品なしで、片方だけ羽あり、ディスプレイ、ね、カプセル、ディスプレイベースあり。同じ500円だな、これ。ガチャで。え、これ、ずるくないこれ。だったらさ、せめてさ、ディスプレイこっちにすれば、羽こっちにしたりとか、ディスプレイこっちとか、両方ともこっちに入れて同じ500円だったらさ、嫌じゃない？ねえ。一回500円、俺全治コンプセット買ったからさ、でもカプセル違ったから、あ、やっぱ、公式サイトにも書いてあったし、いや、ここ見ればわかるじゃんね、付属金があるから、下、バネ、ね、後ろバネ、格子がついてて、後ろバネがついてて、ディスプレイついてて、ワンセット500円と、付属金出して、500円と。これダメだろ、これ。せめて羽はこっち、ディスプレイこっちとかさ、てか全部つけてほしいよね。羽とディスプレイ。羽で、ディスプレイなんて何個ってもいいんだし、つか全部に必要じゃん、ディスプレイなんて。ディスプレイ、羽、ディスプレイ、羽。で、こっちもディスプレイ、でかいけど、ディスプレイは欲しいよね。全部つけてほしいよね。なので全部、一回500円ってことでしょ。いいガチャだしね。いや、マジで一回、これ4日ぐらいたら終わってねえ、これ。ふざけんなよ、マジで。俺、コンプセット買ったからさ、あんまり気づかんかったってガチャやってないからさ、あんまり来てから思ったんだけど、今、最終的にさ、やっぱそうだろってなったんだけどさ、これきつくない？ディスプレイ重要なのに、羽も重要なのにさ、ついてるとついてないで同じ500円ガチャだぜ。全部につけてほしいよね。それかワンチャン、分けるか。こっち羽、こっちディスプレイみたいな。でもディスプレイは全部欲しいよ。花むぐりディスプレイついてないんだよね。うわぁ、マジか。今まで全部ついとったよね。今まで全部ディスプレイついてた、羽もついてたよね。1段2段はついてたはず、全部羽もディスプレイもついてたはずなんだけど、マジでか。こういう仕様に変わるのかな、片方だけにつけるっていう。やっぱ花むぐりが高いからさ、花むぐりすげえコストかかったんかな。だからコスト削減、コストダウンということで他のところの羽もつけない。うわー、いいね。まあ、でもクオリティは高いからな。ほんとクオリティは高いから、これ本当に手に入るだけでマジ俺は嬉しいけど、やっぱでも、あ、そうか、だからディスプレイ別売りしてくれんのか、そういうことね。まあいいや、ディスプレイね、羽も新しい、すげえ、あ、そういうことか。マジそっくりじゃないこの子。いや、マジ本当に日本のカブトムシに見える、パッと、ほら日本のカブトムシに見えるよね、パッと見ね。すごい似てるわ。え、なんか嬉しいね。なんか日本のカブトムシ、そっくりのカブトムシが世界に。あ、ちなみに分布がね、東南アジア一帯だって。東南アジア一帯に広く分布してるらしい。このヒメカブトちゃんは。ブラックボディの方と比べてみると、全然違うね。色がね。
黒と赤褐色ダブル揃いましたな。姫カブト、いやなんか今回姫カブトもすごい気に入ったわ。めっちゃなんか可愛らしいね。ジャパニーズ侍を感じる、ジャパニーズ侍、ヤマト魂をちょっと感じてしまった。で次がね、ついに来たぞ、ネプチューン。早くね開けたかったんだよね、これ間違いなくネプチューン。最後に残ってるのがこの花むぐり、重てえ花むぐり花むぐりマジで重たい。でかすぎても、俺を早く出せと、袋から出せ、シャーン、シャーン。すっげえ、見てこの長さ、グワーン、バケモンだね。しかもなんでこのトゲトゲついてて、ここに一本長いのってどういう進化を遂げたんだろうね。これトゲトゲついてて一本だけ長くしようっていうこの進化の、ね、意思すごいよね。設計者いるだろ、これ絶対設計者。ここだけ一本長くするか、みたいな。自然になるよ、ここだけ長くなっちゃう。ここちょっと直したいな。でもってね、上の角もここにつけまして、これで、うーわー、頭部完成。でっけー、これはでかいわ。もうヘラクレスに次ぐ2番目のでかさだもんね。世界でね、このネプチューン。2番目に大きい種。ヘラクレスに次、2番目に大きい種。かっこいいなぁ。ブンブンアンデス山脈。イケメンすぎる。お前実家とかあんのアンデス山脈。かっこいいね。アンデス山脈。で、こうボディ見て、でけえボディ。これはでかすぎる。しかもこのテカリ具合、ポー！何この、すげえリアル。超絶リアル作り込まれてる。そうそう、こうなってんだよ。なんかこうシャシャシャ、しおれた果物の表面みたいな感じになってんだよね。こんな感じに、ナスビみたいな、しおれたナスビみたいな感じの。うわ、超リアル、でけえ。パカッ、パカリス。すげえ、腹部ね。腹部もでかいわ。芋虫、この、うわ、すげえ気持ち悪い。気持ち悪いね、リアルすぎて。リアルすぎて、この動き見て、この動き。超リアルじゃない。すげえ。綺麗な動きだ。羽がテカってて、すごいテカってんね。かっこいい。本物だわ。ネプチューン。神の名前もらってるからな。ネプチューンってね。ネプチューンって神の名前もらえるって最高だよね。大統領の名前ってことは最高だと思うけど、神の名前だもんな。海神ネプチューン。ローマ神話。より海神ネプチューンの名前を受け継いでいく。すげえ。羽が綺麗すぎる。羽が綺麗すぎる。でっかー。で、足をね、取り付けて、さらなる高みに登らせる。で、足がね、特徴的なんだよね。布節がね、すごい短いんだよね。ほら。布節が、めちゃくちゃ短くて、ここにね、ブラシ、1、2、3本ついてる、この下のやつ、この、これ。これブラシって呼ばれる器官で、止まったところが硬いのか柔いのかをね、調べる器官なんだって、これ。すごいよね。そんな細かいことを感じ取ってるのが、この、1、2、3、真ん中にある3本のやつ、これ。ブラシ。で、ここ、布節。って言うんだけど、この布節がすごい、トゲが、すごいな、トゲ。茨か、君は。美しいわ。いやー、生命って美しいな。生き物ってすごいな。なんでこのフォルミーになってんだろうね。もう一日でいいからこういうフォルミーになってさ、体動かしてみたくない？どういう、六本足ってだけどどうやって動かすんだろう。俺二本だけでもかなり手ね、苦戦してるのに。六本同時に、まあ足も入れたら四本だけどさ、どんな感じなんだろうね、六本同時。あ、すごいテカリが。かっこいいなー。これ特徴的なね、この短い布節、足を取り付けるとこんな感じ。ちょ、姫カブトちゃんと比べてみる。だってほら、めっちゃ短い。明らかに短いもんね。だからこの短い分ね、木にね、こう、しがみつく力はね、他のカブトちゃんたちよりも、まあ、体重そうだしね、弱くて、地上をね、こう移動することが多いんだって、ネプチューンって。やっぱ生き物の勉強って楽しいよね。なんか知れば知るほど、なんか愛おしくなってくるしさ、どんどん好きになるよね、さらにね。さらにどんどんやっぱ情報って大事だよね。知れば知るほど好きになるっていう。素晴らしい敵だったわ、ネプチューンも。最高だった。特にこのテカリまくってるね。この、羽が、全身が最高だった。前羽。後ろ羽もね、もちろんこれからつけるのですけれども、普通こうやって1枚で入ってんのに、
でかすぎて2枚に分かれてて、これを完成させなければならないと。あ、こうだね。こういうことでさ。うわ、でっけ、見て、うーん、こんなでかいのつけるの。おっと、これは待ってくれ。やばいわ、やばいわ、うーん、でかすぎでしょこれ。どうこのでかさ。ネプチューン、今回もネプチューンがレアじゃないこれ。いや別にあのガチャのとこにレアとか書いてなかったんだけど、今回何も書いてなかったんだけど、勝手に花むぐりレアって思ってたの。でもこれネプチューンじゃないね、これ今回何もレアとか書いてないよね。トークにはレアとか書いてないんだけど、これレアだろ、すげえかっこいい。ネプチューン、ちょっとここの曲がり具合が気になるけど、これ徐々に直していかなければ。もうこれ何これ、装甲タンクみたいだよね、飛べる倉庫。ブーこれはやばいわ、かっこよすぎるわ。ちょっとネプチューンはこれ反則、このかっこよさ、すげえ生きてるみたいだね。あぶねあぶね、ていうか興奮しすぎて触覚つけるの忘れてた。触覚、あぶね、うわすげえ、ブー飛んでるね、完全に飛んでるわ。これ待って、これもう一点欲しいな、どうしよう。ヘラクレス、これもう一点、ヘラのネプチューンもう一点欲しい。めちゃめちゃかっこいいわ、このデカさが最高だね、すっげえでけえ。やっぱデカいってそれだけでかっこいいな、デカいってそれだけでかっこいいわ。ちっちゃいやつやっぱ可愛いね、ちょっとね、可愛らしくなるな。ネプチューンに比べたらすごいちっちゃいもんね。ヒメカブト、名前も可愛いけどな。これがね、ネプチューン大カブト入れちゃう、最高だったね。多分これがナンバーワンだわ。今回の羽のテカリ具合見てね、思った。このクオリティナンバーワンじゃねって。でもね、まだ今回の目玉がカブトムシじゃないけどね。ここまでが全部カブトムシだけど、カブトムシガチャなのに、いいかなって思うけど、反則だよな、カブトムシガチャなのにこれ。なんか重さが尋常じゃないんだよね。ダントツ重さ。なんだこれ。鉛玉でも入ってんのか。わー、特徴的な花ぶぐりのフェイスが。でっけ、待って、分厚すぎだろ。余裕で10センチ超えるらしいからね、本物の、あの本物もボディ余裕で10センチ超える、それぐらいで、うわー。で、このね、全身前までが、ほらカブトムシたちはさ、頑張って開いたでしょ。本物もこれぐらいしか開かないんだって、飛ぶとき。だからここも、まあ、あのプラモデルつうか、あのこのおもちゃもこのフィギュアもここまでしか開かなくなっていると。ここまで開いて横から羽をバーって出して、ブーンって飛ぶんだって。だからカブトムシよりも飛行が得意らしい。すごい、あの、やっぱ風の抵抗を受けにくいかなと思ってるんだよね、勝手に。羽バーって広げたらさ、風の抵抗を受けるからさ、まあ、その分エネルギー使って飛びにくいんじゃないかなって。だからこれなんかまっすぐシュッていってるから、まあ、空気抵抗も少なく飛びやすいんじゃないかなと。で、勝手に思ってるのだが、まあ、違うかもしれないけどね。まあ、カブトムシたちより飛行が得意なんだって。で、ゴーソングアフェイス。これ特徴的だね。オスは角があるんだよね。オスは角があって、先が黒くなっているっていう。おー、花抜きのここの模様がすごい綺麗だね。ゼブラ模様。シマウマみたいで。超綺麗。で、これを、ボディにつけてしまいますが、ボディー、おーボディー、すげー、花むぐり、名前もなんか可愛いんだよな、花むぐり、すっげーかっこいい。いや、なんかかっこいいね、でかいとかっこいいよ、やっぱ無条件にかっこいいって思っちゃうよね。で、足を取り付けて、おーすげー、足がなんか、すごいねこれ。足がもうとりあえずこんなに、不摂長っ、不摂は鬼だけ、超長くて、足がね、こんなに可動する。すごいね、足の一本一本がこうなってる。これは、なんじゃこりゃ、すげえ、新しいね、なんか。これは、でかすぎだろ。いや、カブトムシガチャじゃないけど、嬉しいね。カブトムシガチャでなんか、ゲスト出演みたいな感じで。でかすぎ！こう、重った！これわざとこんな重くしてんだろうな。中になんか重り入ってそう。すげえ重てえもん。
やっぱ世界一重たい昆虫ということで重量感を出さないとね、持った時のおお、この重さみたいな、最高最高最高。そして足がほんとほら、全部さっき見た通り、なんかジョイントに力が取れた。嘘でしょ、取れた。あ、大丈夫だ、戻る。あ、こういう構造になって、今取れてよかったわ。構造見れるもんね、こういう構造になってんだ。はい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 、全然大丈夫だ。現役現役、いつまでも現役。よしよし、できたできた。これが今回のね、まあメインディッシュのメインディッシュだよな。一応カブトムシガチャなのにカブトムシじゃないやつが来てる。これがもうゲストだよな、今回のメインディッシュのメインディッシュ。ハラムグリであると、世界一重たい昆虫である。ダダーン、でけえな。そしてそのね、フライング、飛んでる姿もちゃんと見れるからね。てかなんか、ちょっと待って、あ、やべ、逆につけちゃったこれ、足不接、逆だねこれ。よし、これで大丈夫だね。あとは飛行形態にして終わりましょうか。ハナムギの飛行形態だからね、独特な飛び方なんだよ。さっきも言った通り、このね、前羽を完全に開かないんだよね、カブトムシたちみたいな。まあ、こんな感じに、ちょっと開いて、羽を横から出して、ブーって飛ぶということで、羽をまず、うわぁ、もちろんね、でかすぎて、ね、分離パーツになってるので、羽を組み立てまして、でっけえ、見て、このでかさ。すげえ。なんか、フォルミーもなんかかっこいいな。羽、フォルミー。なんか、出し方がね、なんかすごい独特だったんだよな。すげえ、蝶々みたいだね。蝶々、ゴブリンの耳とか、なんかそんな形。してるね。あ、これもうちょい入れたいって言ったのかな。で、これを体の横のこの穴に、こっちが R だから、R と、L、あの LR ってちゃんと書いてあるから確かめて、このように穴にね、横の穴にセッティングして、おー、こういう風に飛ぶのか。飛んでるとこ、ものを見てみたいね。どんな音するんだろう。前まで音ってね、見てみるとこんな感じ。こんな感じで装着できるということで、おー、すごい、羽こんな前に出るんだね。これは本物見てるの泣くかもしれない、感動して。で、あとはこの羽を戻して、ちょっとね、開けた状態でこういう風に本物を飛ぶみたいだから、ブーンって飛ぶわけですな。こんな感じで。こんなでけえのやべえな。体に対して羽がすごいでかい。まあ、でもこれがいないと飛べないんだろうね。体の大きさに対して羽のこのでかさね。まあ、重たいし体。こんな重たい体で飛ぼうとするのが根性だよな。すごいよな。こんな重たい、世界一重たい昆虫なのにさ、俺も飛んだろっていうね。で、こう開いて横から出して。カブトムシたちみたいにこう羽がって開かないのがなんかここがかっこいいね。ステルス機みたいだわ。ブーン。で、飛行がね、すごい得意らしいんだよね。カブトムシたちよりも飛行が得意だということで、飛行形態はこんな感じになりますと。で、この子ね、ディスプレイがないから、ちょっと誰かの借りてスタンド。これでパーフェクト、完璧だね。パーフェクティーなディスプレイか。いや、めっちゃかっこいいよこれ。鼻の上やばいわ。もうなんか感動してきて、すげえ。ネプチューンでさ、もう終わってもこれいいんじゃねえかってレベルだったんだけど、ネプチューンすごすぎて。いや、花むぐりごめん、舐めてたわ。今回ナンバーワンだな。花むぐりやっぱ今回ナンバーワンだわ。すごいクオリティだった、見て。飛んでるシーン。ブーン、飛行形態、花むぐりである。たださっき言った通りさ、羽ついてないやつとか、ディスプレイないやつとか、やめてほしくね。全部つけたよ。大事なのに、まあ、これから新しいの発売してくれるとは言えね、別で。でもこれガチャはガチャで一回500円、でさ、ゲットしたいよね、全部。ついてるやつとかついてないやつ、すげえ嫌なんだけど、全部つけてほしいな。前まで全部ついてたよね。なんでいきなりつかなくなったんだろう。すげえショックだ。いいね、これ躍動感。ブーン、俺は世界一重たい昆虫だぜ。いや、かっこよかった。ということで、今回は、着物大図鑑カブトムシ第3弾のね、開封レビュー動画でした。みんなもぜひ、ゲットして、組み立ててみて。これはもう絶対ゲットするしかないわ、全種類。全種類だね。自分の好きな、例えばネプチューン一体でもいいって人は、ネットで買った方がいいんじゃないかな、安いんじゃないかな。ガチャで狙うと被りが出まくるかもしれないし、ね、ついてない、羽ついてないやつとかもあるから、連発で出たらきついよね。ディスプレイない。まあ本で手に入るから、それはそれでいいとは思うんだけど、まあ俺みたいにコンプセット買ってもいいと思うし、まあとりあえずね、
こういう感じのクオリティだから買ってそうはないから、いくらでも買ってそうはないと思う。すごいもんね、このクオリティ。特に花むぐりがね、やっぱかっこよかったわ。すごいな、花むぐり。こんなで、ほんと重そうだもんね。うん。図体が分厚くて重そう。ネプチューンだってでかい。いや、ネプチューンあの光ってる、ね、羽がいいね。たまらんわ、あれ。全身。全身の光り加減、前羽の光り加減具合は最高だったね。グランドシルカウトも良かったし。いや、全部良かったよね、ラインナップね。だディスプレイがついて、まあたくさん持ってるから、まあいいんだけどさ、ディスプレイ。でも全部つけてほしいよね、ちゃんとね。なんかそこはちょっと嫌だったけど。それ以外は完璧な、クオリティに関してはほんと完璧。最高だった。それではまた次回、次のね、カブトムシ04、04ポーカー。次何来るんだろうね。いや、楽しみだね。読んだの、この生き物大図鑑のガチャで、ね、お会いしましょう。最後、全員集合、バイバイで、あれ。ダデーいやー、素晴らしい。かっこよかったね。大満足のクオリティだった。これは文句ない。完璧だったな。あとはディスプレイだ。羽もクオリティ高いやつ、付け替えできるし。楽しみだな。ディスプレイ早くゲットしたい。